みんな始まるよ。サイン書き楽しい楽しい、サイン書きサイン書き楽しい、サイン書きが始まりましょう。締め切りとの戦いが。いや、サインはいいんだよ。サインはミコがしたいって言った、なんなら無制限にしたいって言ったぐらいミコが書きたいものだった。だが締め切りというものがこの世には存在するわけだから、締め切りに間に合わせるっていう行為が大変なわけですよね。いや、換金今年はないと思うから、多分あれなんだよ。ミコだってさ、旅行先でもね書いてたからね、なんかミコ小説家か何かかなって思ったもんね、その時。いや、今年もやろうかな、マジで。またね、2年に一度ぐらいは無制限とかできたらいいんですけど、今回のサインの進捗によりますね、それも。ミコが今年、うん、マネちゃん、ミコ、終わらせたよ、早めにね、みたいな感じで、ドンってできたな、ミクさん、あんたできるじゃないの、ミクさんできるじゃないですか、すごい、偉いってなるかもしんないから、そしたら、へへへ、じゃあ、来年は、無制限、何かな、このペースなら、いけるかな、っていう感じになる可能性もある。エリートだからな。そう。褒められたいねって。夏休みの宿題はどうだった？